どうすんのよあんたは。もう夏休みだよ。結局一条くんとは全く進展なしで、どうしてこう育児がないのかしら。あんなに手伝ってあんなにチャンスがあったのに、それでも進展ゼロってあんたは何、仏像か何か。すみません。たまには自分から誘ってみるとかさ。まあ小先にそんなことできるとは思ってないけど、でもそんなんじゃいつまで経ってもね。ルリちゃん。何。その実はね、明日ん一条くんがうちに来る約束になってるの。